はい。おはりこさん、よろしくお願いいたします。キサラ二24さん、ありがとうございます。伊藤すとみさんの、えー、白衣装はインスタフォローしているから見ました。えー、松池選手はいつも折原さんに頼まれているような、うん。私、松池選手の衣装が大好きなんですよ。えー、私は伊藤さんと折原さん、どちらもインスタフォローをしていまして。エマシュー氏も、えー、このお二人は忍ンタイプのようで微妙に違う。うん、伊藤さんは華やかで、折原さんは上品。えー、なんとなく太 ときっていうなる方ですね。伊藤すとみさんはいろいろな、いろいろ,いろ,いろ精子力的に活,動され活躍されていますね。エフィリア、新体操、バレエからのえ最近の社交ダンスも手がけています。体がいくつあるんだ。うん、すごいですよね。あの、本当に寝るのも惜しんで、ね、寝ずにやってる感じなのかなってちょっと思っちゃいますね。うん。はい。えっと、ねえ、いろんな、うん、ダンスとかの衣装も作ってるんですね。 うん、これ、本当に、一人でやってるっていうことでしょうかスタッフさんいないんでしょうかね。うん。さすがにちょっと厳しいと思うんですけども。うん、はい、えー。おはりこさんも1頭です。カ、え、ブ、ー、さん、おはようございます。ジ、え、ャ、ー、ニーズの件ですが、とりあえず国分大んは関係ないですよ。えー、大地君、ずいぶんキャスター降りてから、長いと思って調べたら、ぴょんちゃんですではオリンピックキャスターしてませんでした。えー、ってことは全然違いますね。 うん。ピョンちゃんとリオオリンピックは、富士はジャニーズ起用せず、柔道の野村さんと高橋大輔さんのコ,コンビでしたえ。東京と北京は関ジャニの村上くんなのでえ、北京のジャニーズのキャスターは、村上慎吾くんが嵐の桜井翔くん。うん。NHK でスポーツ番組を持っている相葉くんも出て,出ていたかも。でも別に羽生さんをリスペクトしていないはずではないと思いますよ。うん。ということなんで、これはやっぱ噂なんでしょうかね。あの、ま、ね。 うん、はい。ということなんで、あの少なくとも、えっ、ーえー、と、国分太一さんは、もう本当にやっ、ピョンチャン五輪のとキャスターしてなかったということなんで、えっ、ー、と、うん、全く関係ない、まあ、確実ということでしょうかね。うん。うん。えー、麻薬文明さん、よろしくお願いします。歌舞伎おはようございます。表現のコツをつかんだ、しゅんくん、楽しみですね。うん。それに加えて、あの、4回、秘密、 秘密兵器4回転ルッツが炸裂したら、今期の男子は対抗戦になりすな予感が。いや、本当なんですよ。これ真面目な話なんですよね。うん。シュ君、表現のコツつ掴んだ。ね。なんかそんな気はしますよね。昨日も見てきました。うん。あとね、昨日もね、ファンタジー OS の動画も載ってて、舞ちゃんの演技も載ってまして、あの、見てきましたよ。中島美香さんの曲に載せて、なんか舞ちゃん最後泣,泣いてましたね。 うん、慣れてました。あの、とても表現とか手の使い方がね、こう、ひらひらひらってなってて、だから手がね、こう、くるくる回したりするシーンだったりね。うん。いや、すごいやっぱ、素敵だなって思いますね、スケーティングね。今回は、なんか、トリップね、あの、連続ジャンプっていうのはあんまりやってなかったんですけど、ジャンプも軸、しっかりはまってて、キレもあったような、見えましたね。うん。はい。えー、ね、あの、本当に素敵でした、皆さん。うん。 えー、そして、マイクボさんも1頭です。カブくんおはようございます。えー、米国の取得税67%ですか。めっちゃ高いですね。うん。67%ってのは、これは本当高いなって思いますよ。 うん、僕もベルギー自体はちゃんとベルギー政府に納税をしていました。北京でのシェルバコはかわいそうでしたね。カオちゃんが気を使ってましたの、あ、ま、使ってたのを覚えていますね。うん、確かに。えっ、ー、と、そっちのストニコはですが、そっち五輪の時に1回目のドーピング検査で陽性になったものの、別の検体では陰性となり、処分をされなかったと本人が告白しているそうです。え、ストニコはお前もかということですね。なるほど。え、ストニコは本当ですか え、嘘えこれ本当知らなかった。うんえ、ドイツ人の友人からメールがけて、フランスの暴動はドイツには波及しておらずえ、ドイツ国内には至って静かだった。だったそうです。なるほど、うんあってことは？ あのドイツでもね、確かにこっちのニュースでもね、ドイツに関しては特にないですね。うん。で、最近ニュースに上がってきてないんで、フランスの暴動は、あの、幸いにおさ収まってきたのかな。うん。ちょっと懸念をされてましたけど、だいぶ収まってきたかなと思います。なので、結構警察の取り、あ,、ね、あの、検挙っていうのが、ちゃんと厳しくなってよかったなって思いますよ。うん。 ね、あの、あれかどうなっちゃうのかなと思いましたが、ドイツやドイツはね、静かだったんで、あの、ドイツには波及したかったんでね、うん。まあ、これは一つ安心なのかなと思うんですけども。でも、外2個はの件、ちょっとびっくりですね。これ本当ですかちょっとかなりびっくり。うん。これもし本当に陽性だった場合、これは外2個は、あ、で、ダメですね。ってことは、奇妙なが金だったんですかね。うん。え、 マジか。でもストニコアってエテリーさんのとこじゃないですよね。うん。あの時はリプニツカイが出てたんですが、まあショートで失敗とかもしたりしてね、メダル逃しましたけど、あのー、ね、うん、まあもうフリーでもミスしましたけどね。うん。そう、まあリプニツカイはエテリーさん、あのリプニツカイが出てきた頃からエテリーさんも出始めたんで、まあ本当にあのその時からですよね。でもストニコア本当ですかちょっとびっくりですね。うん。 え、めっちゃびっくりですね。あの、うん。えー、かこんにちは、千秋です。よろしくお願いいたします。カブ君 YouTube で、しゅん君を見れたから、盛り上がりますね。うん。あの、結構ね、YouTube ちょこちょこ上がってました。ファンタジーオワイス神戸のね、動画を見ちゃいましたなと。うん。私も、現地で鳥肌もんでした。インスタやってれば、カオ君あ、やっぱこれ、インスタやんなきゃダメなのかなちょっと、動画見るようにね。うん。え、カオ君も、そた君も、 マジ、あの、はじめほぼ見られますよ。うん。あ、はじめですね、はじめ。うん。え、ちょっと待ってください。これ言われたら、ちょっとなんかもうやんなきゃダメって言ってるんだ。やんなきゃダメですね、ほんとね。うん。あの、見る、見るようだけでも解説しようかな。解説に、ね、あるんですけどね。あの、ちょっとね、どこにアカウント行ってるのかわかんないんで。うん。ひでみくまざきさんもおっしゃっていましたが、え、しゅんくんはダイちゃんと一緒だったアイスエクスプロージョンの時もすごく、 変わったよねって言われていたし、えー、フリーステーティングは業務シ識ゼを振り付けでそこで練習でも大きく変わったんだと思いますね。うん なるほど。うん。えー、そして昨シーズンは怪我明けでジャンプも戻して、えー、今季は PCS を確実に上げてきますよ。うん。さらに、ケンジ先生ともブラッシュアップして、えー、力を入れてくるだろうし、うん。えー、しょう、まくんも、えー、ザ・アイスで見せて,てくれる予定のプロを、ツープロを、楽しみなんだけど、そう、しょうまくんどうなってるんだろうね。うの選手の情報がね、ちょっとね、うん。えー、あんちゃんは、ちょっと遠くの専門のお医者さんにレントゲンを取ってもらい、 2匹確定で、まだ小さいみたいで10、10、日か11日が予定日とか、うん、種目いない間言われちゃうのかな、うん、あっ、ていうことですね。なので、あのね、うん、はい、えー、宇野選手とね、まあ、かね、ご家族だったりとか、あとは、まあ、プログラム含めてなんですが、ちょっとあのね、うん、宇野マ,マの方は更新はされてるんですが、宇野選手と演技の方はね、うん、まあ、そんな感じで。 気になるんですけどもね。うん。ちょっと隠されてますね、秘密にね。まあ、あの、多分今、あの、ワンピースマイアスの方集中してると思うんで、うん、それもあるんでしょうかね。うん。いやー、でもちょっとこれはインスタやらなきゃダメなのかなって、ちょっと思いますね。うん。はい。 えー、マリニーさん、フィギュア、えー、ウノバーマン来ました、うん。コロンの横顔、ドアップカーですよ。コロンはチャンピオン犬だけやって美犬だね、えー。大親友の音の投園のお出迎えです。将来、相思相愛になりそうな予感が、うん、アンーマー出産が近づいて体が重くしんどそうだね、えー。人間も臨月、10ヶ月は体が重いのはもちろん。えー、肺もお腹に圧迫されて死ぬのがわかるよということなんですね。 なるほど。うん。あんはちょっと遠いワンコの産婦人科。えー、これはそうなん、なんだろうね。うん。えー、産婦人科ってものかな。婦人、夫婦人科かな。うん。で、検視行ったらさ、お腹には2頭の赤ちゃんがいて、主催のテレビは10日か11日あって、うん。あんも赤ちゃんも健在でよかったね。<laughs> えー、あんは初めてのお産だから <laughs>、2頭でよかったと思う。うん。 トイプーのおなかお,お,お,おっぱいの数は6が8か分かんないけれど普通おっぱいの数だけは産んで産んでも育てられるっていうんだけど初めてのお産で4匹,だ4匹とかだと1匹ずつ、えー、産んで世話してまた産んで大変だから2匹ぐらいが、えー、いいのよ。うん、なるほど おっぱいは2つだから、双子までは大丈夫だけど、3つ子以上はお母さんの授乳は難しいっていうこと、<laughs> 確かにですね。あの、そのことあんま考えたことなかったですね。うん。これは確かにですね。うのけ、いやいや、今や、エフィギュアファン、相馬ファンは楽しみにしているよ。あん、もう少し頑張ってね。うん。ね、ということなんでね、あのいろいろあるかと思うんですけどもね、あの楽しみですよ。うん。3つ子のお3つ子以上のお母さんの場合、あの、いわあの、 授乳のねその乳の数は増えるのかな母乳の数は多くなるんでしょうかねうんねあの人間の体はどうなってんだか不思議ですねやっぱりうん はい。ええかぶくんもいっちょです。えっ、ー、と、かぶくんもいっちょえっ、ー、と、ちやくさんもいっちょですね。ドリームアイスに出ていた片井瀬くんの記事が出ていたんだけど、えー、フィギュアを見るのが好きなお母さんの影響で、小一の時にまおちゃんの演技を見て心を奪われて、レンクに行ったのがきっかけなんだって。うん、なるほど。えー、常設リンクじゃなかったから、 月夏は月に数えるくらいしか行けなかったけど、給、えー、を取得していくうち、伸び山川しに行くようになり、えー、神戸のクラブに入った。うん。かおちゃん、まいちゃんと同じ中野先生のところだよね。うん。それから神田へ、小一は少し遅めだよね。それでもスケーティングはすごく上手。あ、ってことは何えっと、片井瀬くんはちっちゃい時は中野先生のところで教えてもらったんですかね。うん。でも確かに、あの、片井瀬くんのスケーティングって、 ちょっと舞ちゃんに少し似てるかもしれないなって思ったことありますよ。でもこれは中野先生に教わったのかな、うん、なんかねスケーティングの感じがね似てるかもしれないちょっと。うん わかんないですかね。あの、あの心なしか。うん。え子供のえティ・マオちゃんを見てやりたいって始めた人多いよね。今のマオちゃんももちろんすごいけど、うん、これ多いと思多いですよ。うん。え私は来週、とうとう待ちに待ったビヨンドの選手楽公園へ行っていきます。え、皆様からいろいろ聞いているし、選手楽公園のプログラムもあるらしいし、うん。キャ、そして次の週にはたアイスも始まるし、忙しい。私が行くのは日光公園だから、えっ、ー、とね、 あの、愛知県、愛知観戦の皆さん、情報をいただいて、頭に入れてから見に行くよ。え7月、8月は、目白押し、嬉しい姫うん。まあ、そこの9月以降も忙しいかと思うんですけども、ね、でもまあ、とりあえず、あの、ワンピースもあるしね、ザ・アイスも始まるということなんで、結構いろいろ忙しいですね。うん。てか、結局、今年1年ね、休む暇なくずっとフィギュア三昧でしたね。 うん、なので、まあ、その調子でもう7月入って今シーズン始まってるんで、結局、まあ、本当に1年中ずっとフィギュアジャだったなと思いますよ。うんはいえー、マリネンさんも言ったです。 フィギュア、おはりこさんえ、さすが衣装作りのプロでいらっしゃるから、インスタフォロー先は納得ですね。うん。伊藤すとみさんは、しょうまくんのおかげでグ、グッドスポーツともやってくれて、フィギュアの衣装作りがステージ衣装作りとの違いとか納得しましたね。うん。私の友人は、歌手のステージ衣装を主に仕事をしていたんでえ、フィギュアの衣装作りのことが分かんなかったので良かった。折原ママの作品は見た点数が少なくてえ、スウェーデンにお住まいだから、そこはまた日本人といえ、 テイストは違うのかなと思います。 うん、マシューさんはやはり、シュマ君のグレースピーから知ったけど色、色の配色にびっくりしたけれど、ヨーロッパテイストだなと思った。うん、あ、なるほどですね。段音の片方だけにカットワークを入れたりとか、あのブルーはヨーロッパのブルーと思ったね。で、この3人で言えば、私の好みはマシューさんですが、おはりこさんの衣装を手掛けた選手を見たいな。うん、かぶくんテレビでおはりこ様に出会えて幸せです。衣装を見るのもフィギュアの楽しみですもんね。うん、あのね、 おはりこ様のの、ね、作られた衣装の,あのチャルダー氏の話がありましたが、その選手の演技って見れるんでしょうかねうん。ね、あの楽しみです。YouTube とかされませんかねなんかそういうのもちょっと期待はしてるんですけどもね。うん。ね、まあ、そんな感じで国体とかには出られる選手ですかねうん。今度ちょっと気になるんで、うん。ちょっとね、そういった選手たちが全日本とかね、 行くのかかどうかもちょっと気にはい。まあ、衣装を見るのもフィギュアスケートの楽しみです衣装が可愛くてスケートを始めるっていうね女の子たちとかも多いと思うので、うん、素晴らしいと思いますよ。うんはいあこれは羽生くんの情報なんで後でちょっと話していくんですがこれで終わりですかね。はいではですね一旦動画を止めていきたいと思います。